慶体天皇関係形図ぶりビメは古墳時代の女性。上宮記一文では布としひはたるとも表記する。慶体天皇の聖母である。日本初期巻十七によると、ぶりビメは水人天皇の七世子孫とあり、美人であったようである。それを王神天皇のやじゃ子である飛行使王が大御国の高島軍の賛美の別行から使いを、 よこして、越前国三国の魚中井に迎えて、ひとした。その後、王党を生むが、王党が、幼年のうちに、夫の飛行使用が皇居してしまった。ブリビメの血投げきて曰く、めかけ、今遠くそうあずさを離れたり、安ぞよく膝よることへむ。世高むこの二船へ火が寺に、天皇を捧ぐようらむという。わけ、ブリビメはその時嘆いて、 私は今遠く故郷を離れている。どうやってうまく養い申し上げることができようか。私は故郷の高むこのに親の安否を尋ねるついでに天皇を養い申し上げようと言った。これと同じ内容の文面が尺日本紀巻十三書院の上宮紀一分の系譜にも見える。それによると自分が一人親族のいない国でただ一人で養育するのは難しいと言い、 祖である三国命の雑、高無久市の村に帰って、王党を育てたとある。以後のブリビメの同性は不明である。王党は三国で育ち、壮大にして、死を目で、剣を礼ひたまいて、い、活女にましますといった立派な男性に成長し、58歳の時に迎えられて天皇になった。ありがとうございます。